天才だけの優しい世界を作りたい。メンタルマッスル大学講師の猫息子だ。みんなは妄想好きかな？僕は大好きでよく妄想するぞ。ゲーゲーゲー。妄想の中だったら何だって思い通りだしな。じゃあそんな妄想の中の一つ、世界中が天才だらけだったらっていう世界を妄想していこうと思う。その1、世界が平和になる。おいおい、本当かよ。なんで頭がいい人だらけになると世界が平和になるんだよ。関係ないだろって思う人も多いよね、きっと。でもこれにはバッチリ根拠があるから、いくつか挙げていこうと思う。まず最近の研究で、犯罪を犯す人は犯さない人よりも知能が低いということがデータで分かってきている。まあ確かに、まっとうに働いてお金を稼ぐよりも、お金を盗んじゃうとか、短絡的に暴力を振るっちゃうとか、教育水準が低い人の方がやっちゃいそうなイメージはデータ見なくてもなんとなく想像できるよね。もちろん頭良くても犯罪を犯す人もいる。ネットを使ったハッカーとかの知能犯罪ももちろんあるけれど、統計上知能が高い人ほど犯罪を犯す確率が減るということだ。この理由だけど、やっぱり犯罪を犯したその先を考えられる能力が高いからじゃないだろうか。いつか捕まっちゃうかなとか考えながらビクビクして暮らすのはしんどいと思うよ。捕まっちゃった後の刑務所暮らしとかもストレス半端ないでしょ。出所した後も世間の風当たりは冷たいしとか考えると、やっぱりリスクとリターン考えたら犯罪のリスクはでかすぎるからね。天才なら完全犯罪を考えればいいじゃんとか思うかもしれないけど、忘れてない？周りも全員天才の世界だからね。警察もシャーロック・ホームズとかコナン君とかコロンボとか古畑任三郎とか、そういうやつらばっかだからね。もう犯罪する気も失せるでしょ。だから犯罪そのものが減る可能性が非常に高いんじゃないかと思う。もう一つの理由は、高い知能であるほど宗教を信じなくなる傾向があるということだ。ユダヤ教だの、キリスト教だの、イスラム教だの、宗教って今までの歴史からも分かるように、ものすごく大きな争いの原因になってきたわけでしょう。宗教は神様という非現実的なものを信仰するわけだ。これって科学とは真逆に位置しているものだよね。だから人間は頭が良くなればなるほど、この宗教を信じようとはせずに科学を信じる傾向になる。だから原理主義みたいに今ほど宗教にのめり込む人も少なくなって、争いも減っていくんじゃないかと思う。あともう一つ研究で分かっていることは、知能が高いほど人種差別のような差別をしなくなる傾向があるということだ。賢い人は人間の多様性を受け入れるようだね。これもなんとなく僕も実体験で分かる気がする。あんまり賢くない人は取り入れる情報が少ないからか、やたらと偏った偏見を持ってるような気がする。人はこうだからとか簡単に一括りで考えてしまう傾向もあるんじゃないかな。逆に賢い人は数多くの情報を手に入れたり、実際にいろいろな人と接触したり、知見を広めた上で判断するから柔軟な考えを持ってるような気がする。もちろん例外はあると思うけどね。ということで、天才だらけの世界は今よりもかなり平和になるんじゃないかと思う。間違いない。その2、宝くじがなくなる。みんなは宝くじは買うかな？一等が当たれば何億円とかもらえるわけだから夢があるよね。でも宝くじの還元率ってどれくらいか知ってるかな？なんと 50% 以下。やればやるだけ半分以下にお金が減っていく計算になる。こんなの冷静に考えたら誰もやんないでしょ。でも宝くじは夢を買うとか、公共事業とか社会貢献になるからとか騙されてみんな買っちゃうわけ。賢い人は数字と確率で考えるからまず買わない。これは宝くじに限ったことじゃないかもしれないけど、こういうギャンブルみたいなのは一気に廃れる可能性があるよね。あとは生命保険とか確率で考えたら入るのは圧倒的に損だということがわかる。こういうものが他にも結構あると思うんで、世の中のビジネスの流れもかなり変わってしまうかもね。その3、長生きな精神病患者が増えて薬中も増える。これどういうこっちゃって感じでしょう。なぜ寿命が伸びるかの理由はよく分かってないんだけど、1932年にスコットランドで11歳の子供を対象に IQ テストをさせてみて、その後の追跡調査を行ったのね。その結果、点数が平均よりも高い子供は65年後に生きている確率が 21% 高かったらしい。だからこのデータでは頭がいいほど長生きする可能性が高いということが証明された。
それでこのチャンネルでは何度も話してるけど、 IQ の高さと精神疾患には相関関係があることが分かっている。おそらくだけど、賢すぎるがゆえに先の予測をしすぎたり、物事を深く考えすぎてしまうあまりに世界に絶望してしまうんじゃないかと思う。まあここまでいいとして、頭がいいと役中が増えんの？なんでってとこなんだけど、カーディフ大学の研究で IQ テストの結果とドラッグの使用率に相関関係があるという結果が出た。なんでも知能の高い人は好奇心が旺盛だから試してみたくなっちゃうらしい。まあ、さっき言った後先を考えると犯罪をしなくなるっていうのと逆行してる気がするけど、ドラッグは一回でも好奇心で手を出してしまうと、もうそんな理性的に考える思考すらなくなっちゃうんだろうね。怖いね、ドラッグは。薬ダメ絶対。ということで、どうだったかな、天才だらけの世界は。こう見てみると今よりも結構いい世界に見える気がするけど、君にはどう見えたかな。僕はこんな世界が実現してほしいなと思うけどね。あ、でもこれを実現するには僕らみたいなのは抹消されちゃうってことか。それは嫌だな。それではメンタルマッスル、また来週。